サブリーダーの金沢智子です。上村あかりです。高木さゆきです。今日は3月29日30日に行われる里山里海イベントの下準備をしに来ました。はい、はい、それでは教えてくれるイーメン先生です。はい、イーメンです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は巨大な砂絵を描くため の、はい、下書きなんですけども、うん、一応こんな形でいろいろな砂色の砂が塗ってきます。すごい。でこれを拡大コピーしたものが今ここにありまして、うん、はい、間に紺色のカーボンが引いてあるんですね。はい、でそれでボールペンの赤を使って、うん、今日は、入道雲のモコモコのあたりと、はい、それから、ね、今カラフルになるパラソルと、うんうん、はい、あと里山くん、さあ、どこをやるかは、はい、よし、じゃんけん、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、やったー、じゃんけんぽい、はい、こっちょ、やったパラソルで、入道雲で、里山くんで、よし、やりますか、やります。これ大丈夫かな。わー、頑張ります。あー、怖いな。見よう。大丈夫ですか、まあ、里山くんまだ輪郭だけだもんね。はい、まだ周りしか、はい、すっごい増えてるから、ちょっと、わー、どんな感じか、いいのこれ。すっごいアバウトなんですよ。違う、味だから。これ味、そう、味だよ。本当に味だから。大丈夫、はみ出てるんですけど大丈夫ですか。多分もっとすごいよ、多分。大丈夫です、味ですから。味パラソルの部分、これは大丈夫なんですか。大丈夫、全部あ、大丈夫。あ、なんかすごい進んでますよ、いっぱい。私もじゃあ進めようかな。じゃあ、戻す作業。すごいね。え、雰囲気だね。あ、すごい、きっちりやっちゃった。あ、でも里山君きっちりやらないと。あ、そうですね。で、味とか。で、一番きっちりやらないといけない。でもさ、この、うん、これのさ、枠とかさ、うん、なんか、やったらかっこよそうだね。枠？枠、この額？額、額、うん、流木とか。流木とか、流木とか、大丈夫、分かってん？流れた木、うん、流れた木でしょ。そういうことよ。よく分かったね。流れた木でさ、やるってどう？いいね、いいんじゃない？頑張れ、終わったかもしれないですね。終わった？終わりました。おめでとう。おめでとう。これっぽいですか？いいですね。お、濃い。濃い方がいい。うまっ。うまいじゃん。お、できました。抜けがけ、やったできました。いい感じ、いい感じだね、本当に。はい、できました。完成。里山くんも雲が一番気になった。入道雲見れなかった。味あった、味あった、味あった。すごい味が、線を無視してましたからね。え、本当に？はい、今日下書きしたこの絵にですね、はい、3月29日、30日に行われるパシフィコ横浜での里山里海イベントで砂を、色付きの砂をね、パラパラってかけていく、うん、つけていくみたいなんだけど、それで絵を完成させたいと思います。はい、皆さんぜひ遊びに来てください。来てください。以上、ジュースジュースでした。バイバーイ。